めっちゃすごい増えてる。はい、ということで、12月30日に、あれが、ブルーのアップデートがありまして、チャプターが選べるみたいだ。ほう、チャプターを選択してくれ。はい、まあ、DS 買ってないのでそれはできないんですけど、チャプターが選べるみたいだ。まあ無料のアップデートで、オンライン対戦はあれやってないんでできないんですけど、好きなキャラクターを選んでくれ。はい、はい、一宮と、はい、ステイマイちゃんですね。プレイヤーで、いや違う、俺はマイちゃん使いたい。はい、で、ゴーガー特訓開始だな。はい、僕はマイちゃん結構好きなんでね、はい、個人的呪術廻戦推しキャラでやらせてもらってますけど、サポートよろしくね。あなたがいないと困るわ。もちろん任せといてよ。こっちには最強の呪術師五条悟がいいんだぞ。そうだそうだ、最強だぞ。子供かい。私の相手になればいい。呪いはよ、そこよ。これも策のうちよ。風穴開けてあげる。呪いはよ、こっちも切れ。やられないっちゅ。呪いはよ、まあ、典型的な遠距離タイプなんか多い。邪魔切れ。これも策のうちよ。呪いはよ、これも策のうちよ。邪魔切れ。逃がさないよ。ほら、これはどう。これも策のうちよ。こんな時に、はい、終わり。切れ。たたすけよ。キニーどこ行った。呪い。ノバじゃないって言うもな。これも策のうち。切れ。呪いは決まり。呪いはこれも策で落ちよ。こんな時に逃がさないよ。外さないわ。今なら見逃してあげるわよ。叩けよ。呪いはね、ちょっと切れ。ついてくれる。そんなんじゃ勝てない。緊急タイプに取られるとできやすね。やられないだろ。ちょっと切れ。ついてくれる。これなんだと。ちょっと切れ。呪いは呪いはどう。呪いはどれが僕の力だ。呪いはね、呪いはね、これはどう。こんな時に呪いはね、そこよ。呪いはね、呪いはこれはどう。
切れ。やめとくか。サポートよろしくね。私の相手になればいい。使うわ。じゃあ次ちょっとマイちゃんを使ってみようか。あ、いや、じゃあマイヤちゃんは。クギミヤちゃんを使ってみよう。強選択。迷う。特訓開始だな。ザコをこのほうきで吹き飛ばしてやる。なら私は風穴開けてやろうかしら。こっちには最強の呪術師五条悟がいいんだぞ。そうだそうだ、最強だぞ。あ、っていうかあれか、私の相手になればいい。いける。打ち上げる。よなんでこの二人が無料アップデートで、まあなんか第1弾ってことなんで、まだあの追加で無料アップデートはあると思うんですけど、なんでこの二人なんやろうっていうのは思ってます。はい、まあさ、マイちゃんはさ、なんかピクチャードラマだからストーリーもの絡んできた、ちょっと出てきたから、まあまだわかんないけど、別にそんなにでもなかったよな。違うのも受け取って受け取って、ピクチャーモード。まあでもあの使いやすい、使いやすいと個人的にはイキミヤちゃんの方が使いやすいわ。打ち上げる。いけるかな、使いたいな。はい、逃がしてください。こちら使いたいんです。これなんだと思う。うおー、やられた。マジか。許さない。受け取って。邪魔なのよ。受け取って。打ち上げる。DLC 勝ったら、高専時代の五条悟とゲットをするとあとはあれか、コバグロが使えるって感じですね。はい、まあこんなもんでいいでしょう。はい、まあキャラクター紹介って感じの動画になりました。はい、ということでこのモンスターね。